はい、前橋市指定重要文化財観賞寺の宝塔、二宮赤城神社や山王の宝塔と同じように奇跡安山岩でできている宝塔である。赤城山南面に造立された造立分布が多いので赤城塔とも言われている。宝塔は密教や、法華経に基づく、一重の仏塔で、右図のように基礎、刀身、傘、装輪からなり、刀身が壺形のものを宝塔と呼ぶ。装輪を書き、銘文も刻まれていないが、刀身の切れや柔らかみのある、基礎から南北朝時代1331年から92年14世紀に造立されたとされる。仏教信仰に関わる希少、な石造文化財である。ちょっとねもう薄くなって読みづらいんですけど、こちらね、左側、装輪の部分はね、欠損です。代わりのものがね、置かれているんでしょうね。傘もね、厚みがあるというか、刀身。やっぱり壺型ですよね。上の部分にね、くびれがあります。基礎はね、台座とも呼ばれるんですけど。柔らかみのあるのがね、南北朝の特徴なんだそうです。基礎の部分がね。確かにそんな気はしますね。どうしようかな。ちょっと下がらないと全体が入んないよね。左側にはね、阿弥陀山。阿弥陀山ってあるのかな？左の部分にもね、文字が書かれているんですけど、ちょっとわかんないですね。はい、一回りしました。図解の部分見てみましょうかね。基礎があって40センチ、刀身61センチ、傘、屋外とも言うんですけど35.5センチ、装輪はなくてね、136.5センチ、このようなものです。本当にステンレスの読みづらくなっちゃうんだね。観賞寺さん、本堂の正面かな。
そちらがね、まあ、観照寺さんの宝塔です。まあ、本堂の正面です。そしてね、まあ、こちら、まあ、東側になるのかな。うん、まあ、整然とね、まあ、後進の甲の字。うん、これも後進塔ですね。あ、記念名がありますよ。万延元年、まあ1860年11月。ああ、正面金剛でしょうね。これは4匹ですかね。まあ意外とね、4匹の正面金剛は珍しいかもしれませんね。まあ正面ではね、合掌していて、まあ左右にね、まあ向かって右側は蛇を持ってるのかな。そしてね、ここの部分にね、後進、まあ右からね、後進の文字がまあ読み取れます。まあ月、太陽、まあ、実月ですね。まあ、向かって左の手はね、まあ、剣かな。まあ、元禄、まあ、禄なんでしょうね。そして、足元には鶏。そして下の部分、まあ三猿ですね。見ざる、聞かざる、まあ言わざる。なかなかこの正面金剛は珍しい方かもしれませんね。そしてお隣は、周囲の姿、如意輪観音。こういったね、後進塔のスペースもございます。